震災から間もなく11年になるのを前に、青葉区で防災について考えるフォーラムが開かれました。仙台防災未来フォーラムは、震災の教訓や経験を次の世代の防災に役立てようと、仙台市が2016年から開催しています。行政や大学、民間企業など、過去最多となる95団体が参加し、震災当時の状況を伝えるパネルや防災グッズの展示などが行われました。また段ボールで作られた避難所用のベッドや机を展示するコーナーでは段ボール工作が行われたり、災害時に被害状況の把握などで活躍するドローンの操縦体験なども行われました。段ボールだけでこんなに固く丈夫にできたことはすごいなと思いました。ドローン操縦するのが難しいので、ちゃんと操縦できるのがすごいなと思いました。このほか防災グッズなどがもらえるクイズラリーも行われ、親子連れなどが楽しみながら防災について学んでいました。